2億年前の世界図、ゴンドワナ大陸は南半球を中心に広がっていた。北方はローラシア大陸ゴンドワナ大陸はプレートテクトニクスにおいて過去に存在したと考えられている超大陸。名前の由来はインド中央北部の地域名でサンスクリット語でゴンド族の森を意味する。現在のアフリカ大陸、 南アメリカ大陸、インドは大陸、南極大陸、オーストラリア大陸やアラビア半島、マダガスカル島を含んだ巨大な大陸であった。ゴンドワナ大陸は今から約2億年ほど前から分裂を始め、中世代白亜紀末にはアフリカから南米、南極、インド、オーストラリアの各プレートが離れたと考えられている。ゴンドワナ大陸は約6億年前に パノティア大陸が分裂して誕生した。北半球の低緯度地域から南極まで広がっていた。石炭期にあたる約3億5000万年前から3億年前には地球が寒冷化したため南極とその周辺に大規模な氷河が発達した。しかし、それ以外の時期は概ね暖かかったため氷河は存在しなかった。石炭期の後期には ゴンドワナ大陸は北上して赤道付近にあったユーラメリカ大陸と衝突しパンゲア大陸の一部となった。さらに数千万年後のペルム期にはパンゲア大陸はシベリア大陸とも衝突し地球上のほぼすべての陸地が一つの超大陸となった。しかしジュラ紀中期の1億8000万年前頃になるとパンゲアは再び ローラシア大陸とゴンドワナ大陸に分裂した。さらに、ゴンドワナは、現在のアフリカ大陸、南アメリカ大陸などを含む西ゴンドワナ大陸と南極大陸、インドア大陸、オーストラリア大陸を含む東ゴンドワナ大陸へと分裂した。白秋に入ると、西ゴンドワナ大陸は、アフリカ大陸と南アメリカ大陸に分裂し、その間に、 大西洋が成立した。また、東ゴンドワナ大陸は、インドア大陸及び、マダガスカル島と、南極大陸及び、オーストラリア大陸の二つに分裂した。白秋後期には、インドア大陸とマダガスカル島が分かれ、インドア大陸は、ユーラシア大陸に向けて、急速に北上を開始した。恐竜絶滅後、新生代に入ると、南極大陸から、 オーストラリア大陸が分裂し、北上を始めた。インドア大陸は、北上を続け、およそ4500万年前に、ユーラシア大陸に衝突し、ヒマラヤ山脈を形成した。その証拠として、ヒマラヤ山脈の山頂付近には、海洋生物の化石が多数発見されている。また、大西洋は広がり続けた。こうして、現在の大陸配置が成立した。 古生代ペルム期の植物であるグロッソプテリスはゴンドワナ大陸に生育していたことで知られ、その化石は南アメリカ、アフリカ、インド、南極、オーストラリアの各地で発見される。また、この地域に分布域を持つ生物をゴンドワナ要素という。例えば廃魚はアフリカとオーストラリア、それに南アメリカにそれぞれ別属が分布し、 典型的なゴンドワナ要素である。このほか植物ではバオバブがアフリカ、マダガスカル、オーストラリアに分布している。このように、ゴンドワナ要素は現在の南半球の大陸に隔離分布する。それらは、新生代初期までに出現した陸上生物と考えられる。逆に、ゴンドワナでは見られない生物群も存在する。 かつて月シ類と哺乳類の派遣を争って、繁栄していたタオカハ類は2億年前のジュラキ、中期頃に出現しているが、南半球で生息した痕跡が見つかっていない。アダチマモル、ケニア東部モンバサ付近の中西層、ゴンドアナ大陸復元に寄せて、アフリカ研究ボリューム1974ナ、no. ンバー14、P14 から20。ありがとうございます。